はいどうもこんにちは、しゅんじーです。今日はねこちらジュラシックワールドのおもちゃアルファトレーニングブルーを見ていきます。これね箱がねめちゃめちゃ大きいめっちゃ大きくてこれ箱がねかっこよくてこれ爪の跡があったりこれね中から叩いたのかななんかちょっと膨らんでますよね。で上の方をね横にずらしていくとブルーがいてます。わーかっこいい。箱をねくるくるっと回して大きい。横はねこんな感じですね。まあ特に何もないんですけど、で後ろ側はこんな感じです。これ中に入ってるブルーですかねが、いてて、これ60センチって書いてる。結構大きいですよね。でリモコンがあります。なんかラジコンになってるみたいで動くみたいですね。であとねここに何か説明書いてるんですけど、まあよくは分かんないですけど、まあ音も鳴ったりするみたいです。それではね箱から出して見ていきますね。いやーめちゃめちゃドキドキしますねあ、引っ張るとまた中に箱があって、よいしょ、引っ張ってこんな感じです中にはねまた同じような感じのデザインの箱が入ってて、でくるくるっと回すと、おー行ってました、ブルー、大きい。中の絵がねちょっとジャングルみたいな絵になってますね。いきます、じゃじゃん、おー出てきましたはい出てきました。うわすごい大きくて作りいい。であとねこの配線とかね充電するときに使う線ですかね、 USB とあとアダプターがついてましたね。でこちらリモコンになってます。なんかねリモコンはちょっとチャッチい感じあるけどボタンはねなんかいっぱいあるんですよね。これもなんかね電池じゃなくて充電式になってそうです。で後ろ側にね電源スイッチがあって、これ一回オンにしてみますね。オンにするとあ光った、LED かな、これすごい綺麗に光ってます、点滅してる。ボタンを押すとなんかなるかな、何も今はならない。あとね遊ぶのに必要な取扱説明書、これね英文なんで全くねわかんないですね。これだから今回あのご紹介するの多分ね全部ねご紹介できないと思うんですよね。もう何がなんだかいやわかんないですねこれ今回ね Amazon さんの地域設定をねアメリカにして僕これ購入したんですけど、普通にね地域設定日本でもこれ売ってたんですよね。なんでそこで買ったらもしかしたら日本語の説明もついてたかもしれませんね。ちょっとそこはわかんないんですけど、これ全部ね英文なんで、いやなんかねいろんなことできそうなんですよねこれ。なんか本当になんかリモコンをねブンブン振ったら連動してブルーも動いたり、あとサウンドが鳴ったりねするみたいですね。ということで今回ね全部ご紹介できないこともいっぱいあると思うんで、ざっくりね、見ていく感じでいきたいと思います。まず大きさ、60センチって書いてあったんですけど、あーすごい66センチぐらいありますね。長さ高さですね、頭の上のところで30センチぐらいですかね大体。でこちらアニアの、ジュラシックワールドブルーですね、これよくできてますね。これと大きさを比べるとねこんな感じで、ちっちゃい、めっちゃちっちゃいですね可愛い感じになってます。ブルーじゃないんですけど以前ご紹介しました、サウンドが鳴るね、T-Rex と大きさを比べるとこんな感じで、サウンドが鳴る T-Rex も結構大きいんですけど、それよりもちょっと大きいですね。これも持ってきちゃいました、あの大きなねスーパービッグ T-Rex これと比べるとね、あもう見えなくなっちゃったこれはねやっぱりでかいっすね。いやでもね本当に大きなサイズのブルーになってて、まずはねくるっと回すとね、はいこんな感じ、くるくるっと回すと大きくてね尻尾めっちゃブンブン振ってますね。まずは顔から見ていきますね。わーすごい、めちゃめちゃかっこいいっすね。目がねちょっと動きそうな感じになってて、わ鼻穴ぽこ開いてる、こっから空気出たりしたら面白いんですけどね。で反対側はこんな感じで、口をちょっと開けてみます。開けるとおおすごい、歯は真っ白じゃなくてちょっと汚れた感じにしてる、これがまたリアルな感じ出てますよね。で舌もあってビヨーンって動くいやーすごいすごいすごい、面白いっすねこれ。あすごい、これね口開けてる時にまぶたか何かですかこれ、なんか閉じてる感じになって口を閉じると開く、こんな感じでね。すごい、めちゃめちゃ細かいっすよねこの作りが。なんかねここ穴ぽこがあるんですけど、これがセンサーか何かはちょっとわかんないですね。
で、首ね、縦に振るようになってて、ブルーのね、特徴的な、青色のラインがね、後ろまで入ってます。腕はね、こんな感じ。長くなってて、あとね、いろんなとこ、これもね、動きそうですね。はい。反対側の腕はこんな感じで、腕のところにね、ちょっと茶色がね、塗装されたりなんかして、なんかこう、リアルな感じにね、作られてますよね。で、足ですね。太い足。すごい、ムキムキです。で、これも、足ちょっと動いて、爪があって、これね、そこは、ローラーブレードみたいなのがね、ついてるんですよね。くるくる回るようになってます。反対側も同じ感じですね。で、長い尻尾は、くねくね動くようになってますね。で、底面こんな感じで、なんだろう、ここは電池かな？後でちょっと開けてみますね。で、多分電源スイッチにスピーカーがついてますね。なんだろう、ここ電池ですかね。あ、なるほど。充電するところですね、ここ。差し込めるようになってます。最後、スピーカーの前にはこれね、なんか穴ポコが2箇所あって、これセンサーっぽい感じになってますね。では、使い方ちょっとわかんないですけど、動かしてみますね。いきますね。電源オンします。オン。充電され、おお、なんだ、動いてる動いてる。なんかね、ブルーが今上向いてますね、これ。あ、見えなかったかな。おお、なんだなんだ、おお、何、声に反応してんの、どうなってんの。おお、何何何、はい、鼻があるんで、なんか匂ってくれそう。なんか怒られてる。はい、どうも。うわ、すごい、音かっこいいっすね。では、リモコンの電源スイッチオン。さあ、お、ちょっと、震えましたね、今。ブルって。と、これを動かしてみましょう。前にすると、動かない？このね、お、なんだ、動いた、動いた、動いた。どこ行くんだ？急に動いた。今なんか、リモコン黄色くなってて、下にすると、泣きますね。すごい、かわいい。よいしょ、下にすると、おお、操作できました。前にすると、あ、目閉じた、寝ちゃった。近くで見ますね、いきますね。前にすると、あ、寝ちゃった。はい、離すとこんな感じ。わー、これかわいい。で、横にしてみますね。横すると、あ、目だけが動いてる。おお。で、下にすると、泣きます。で、今度ね、緑になりましたね。なると、あ、動いた！やった！あ、緑色のランプになると操縦できるみたいで、おいーし、よいしょー。おお、横もいけんのかな？あ、横もいけます、横もいけます。前にすると、おお。バックもできますね。はい、こんな感じ。おお、速くないけど操作しやすいですね。おお、あ、変な格好になってる。今リモコンはね、青色と紫色なんですけど、このボタンを押すと、なんか首をね、上に向けて、音は鳴らない。で、右上側のボタンを押すと、あ、口開きましたね。音は鳴らないです。なんだろう、あ、おお、すごい。かわいいかわいい。日本語の説明書がないのが辛いですね。あ、なんか泣いてますね。なんかね、顔の近くに手をやると、あ、なんだろう。あ、なんか喋ってる。よいしょ。あ、寝てる。あ、すごい。なんか喜んでる感じしますね。よいしょ。あ、喜んでる。あ、めちゃめちゃ可愛いっすね、これ。なんだろう、なんか。喜んでくれてんのかな、これ。目つむってる。はい、こうやるとね、気持ちよさそう。あ、笑ってる。で、リモコンをね、ブルーにかざして、ボタンを押して動かすと、あ、
ちゃんと動いてくれてる。横は？横は無理かな。横は、あ、横はちょっと厳しいのかな。上は？上にして下、はい下、おお、できた。いや可愛いですね。こんな感じで操作することができるようになってるみたいですね。リモコンをね回すと首を横に振りますね。こんな感じで。で上に上げると、おお、ブルーも上に見てる、上見てる。はい、下にすると下はここかな。で上で、はい、横。すごいっすね。こうリモコンに合わせてねちゃんと動いてくれるのが面白い。ただ残念なのが、あの使い方が、あの説明書わかんないんで全然わかんないですね。このね後ろのボタンが特にわかんないんですよね。いや動きがすごいですね。この目のところね、パチパチ瞬きしてる感じとか、いやすごい。あとねこの腕もね動きがかなりリアルですね。すごい、なんか生きてるみたいな感じの動きしてる。首はねちょっとカチカチしてうるさいんですけど、はい、今回はねジュラシックワールドアルファトレーニングブルーを、ざっくりとなんですけどね、ほんと説明書がね英文でね全然わかんなかったんで、全機能ねご紹介することできなかったんで、そこがねちょっと申し訳ないんですけど、大きなブルーをねリモコンを使ってね、あとサウンドを鳴らしたり動かしたりねすることができるっていうラジコンになってました。すごいのが、あのリモコンもあとブルー本体もね充電式になってるんでね、あの電池がいらないっていうのはすごい助かりますよね。で今回ね僕、Amazon さん地域設定をねアメリカにして買ったんですけど、そっちの方が安いかなって思ったんですけど、僕4万円ぐらいしたと思うんですけど、地域設定日本で買ったら3万5千円くらいなんで、いや、あの送料はちょっと別になっちゃうんですけどね、こっちの方がね安かったと思いますね。あと地域設定日本にすると、もしかしたらあの日本語のね説明書もついてくるかもしれないんで、そこちょっとわかんないんですけど、購入予定がある方でしたら、あの地域設定ね日本で買った方がいいと思います。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価チャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッターインスタもやってますんで、フォローよろしくお願いします。それではさよなら、バイバイ。